僕のヒーローアカデミア僕のヒーローアカデミア僕のヒーローアカデミアは堀越公平による同盟の漫画を原作とするボンズ制作の日本のアニメ作品2016年から通算5期制作されており第6期の制作が決定しているこの他のメディアミックスとして OVA 化や劇場アニメ化が行われている差しの都合などでシーンの追加やカットが多少はあるものの 概ね原作に忠実なアニメ化がなされている。第1期は毎日放送制作、TBS 系列のテレビアニメとして、2016年4月3日から6月26日まで、日曜夕方5時枠にて、全13話が放送された。原作コミックス第3巻の USJ 襲撃事件編までがアニメ化された。第1期最終回放送後には、 第2期の制作が発表され、第1期と第2期をつなぐオリジナルエピソード、スクエ、救助訓練が2016年11月27日から開催されたジャンプスペシャルアニメフェスタ2017にて上映された。このエピソードは2017年4月4日発売のコミックス第13巻アニメ DVD 同梱版に収録されている。 続くコミックス第14巻にも新作オリジナルアニメ、トレーニング・オブ・ザ・デッドが同梱された。第1期を放送していた毎日放送、TBS 系列が2016年12月に、2017年4月改編で、土曜日の早朝に1時間のアニメ枠、アニメサタデー630を編成し、第1期が放送されていたアニメの日5枠廃止を発表、これにより毎日放送。 TBS 系列のアニメ枠としての日5枠は2017年4月2日をもって消滅した。TBS 系列の事情もあり、第2期では放送局が毎日放送と同じ在販局である読売テレビ、日本テレビ系列に変更された。読売テレビ制作の全国ネットアニメ枠でジャンプアニメが放送されるのは日曜朝7時前半枠で2011年1月から、 翌年3月まで放送された、ベルゼバブ以来5年ぶりとなる。なお、名探偵、コナンの前枠にジャンプアニメが放送されるのは、同系列の前進枠である月曜夜7時大枠のアニメも含めて、初めてのケースとなる。第2期は2017年3月25日から9月30日まで、読売テレビ、日本テレビ系列の土曜夕方5時30分枠にて、 全25話が放送された。原作コミックス第8巻のホス襲撃事件編までがアニメ化された。第3期は第2期最終回放送後に制作が発表され、2018年4月7日から9月29日まで、第2期と同じ枠で全25話が放送された。原作コミックス第14巻のプロヒーロー、仮面試験編までがアニメ化された。第4期は、 第3期最終回放送後に制作が発表され、2019年10月12日から2020年4月4日まで、全25話が放送された。原作コミックス第20巻の新たな脅威、ノーム、ハイエンの編の冒頭部分までがアニメ化された。第5期は、第4期最終回放送後に制作が発表され、2021年3月27日から9月25日まで。 放送された。これに先立ち、2020年8月16日より、新作オリジナルアニメ、生き残れ、決死のサバイバル訓練が、各国の有料動画配信サービスにて、世界同時配信された。第6期は、第5期最終回放送後に制作が発表された。第2期では、放送局の変更に伴い、番組前のクロスプログラムや、冒頭の視聴注意テロップ。 読売テレビ制作の全国ネットアニメでは、恒例の主人公による提供を読み、時間予告時の提供クレジットの表示といった第1期にはなかった要素が追加された。また、話数は第1期から継続している。第2期、第2クールからは、各話ごとに人物が登場すると、最初に名前、個性名のテロップが第5期ではヒーロー名も表示されるようになった。また、 アイキャッチでも、名前、個性名、個性の概要、所属、誕生日、身長、血液型、好きなものが紹介されるようになった。第3期以降では、主人公による提供読みが廃止され、第1期のスタイルをベースに、o p 後は右下、次回予告時は下部に提供クレジットが表示される、スタイルに変更された。また、劇場版、第一作のプロモーションとして行われた。 ユー・アー・マイ・ヒーローの企画の一部が次回予告の後のコーナーで紹介された。第4期までは本名個性名のキャラクター紹介だったが、5期はヒーロー名もナレーションされるようになった。全番組にあたるタイムボカン24の第1期最終話において悪クダーマたちに本作をネタにされていた。冒頭では悪クダーマたちによる本作の番宣が流れ、 アクダーマの一人であるスズッキーがオールマイトのセリフを喋ったり敵のメカにやられた際には国立遊泳高等学校の校訓も登場した。第5期までソニーミュージックレーベルズ内のそれぞれ別々の各レーベルに所属しているアーティストがオープニングテーマ、エンディングテーマを担当している。すべての作品で堀越監修によるオリジナルストーリーが描かれる。 僕のヒーローアカデミアザムービー二人の英雄のタイトルで2018年8月3日に公開された。ゲスト声優として、しだ未来生瀬克久が出演した。また、千鳥が出演応援サポーターに就任し、本人役で本編にゲスト出演した。時系列は、テレビシリーズの第2期と第3期の間に相当する。入場者特典として、 登場人物の設定資料、共に、ジャンプ作家である原作者、堀越と小田栄一郎の対談、オールマイトが、u e 卒業後に、アメリカ留学した経緯を描く描き下ろし新作漫画、オールマイト、ライジングを収録した、小冊子、僕のヒーローアカデミアボリュームオリジンが、先着100万名に配布された。なお小冊子の漫画は後に、本作のブルーレイ、DVD の、 プルスウルトラ版の特典として OVA 化された。2018年8月25日放送のテレビアニメでは同日に放送された24時間テレビ愛は地球を救う人生を変えてくれた人に合わせ本作の宣伝も兼ねたオリジナルアニメ特別編愛で地球を救えが放送された。上映直前の週刊少年ジャンプ2018年35号には 秋山陽光によるスピンオフ読み切り漫画、きっと誰もが誰かのヒーローが掲載された。本作公開時の日本映画では原作者が監修などの立場で関与することが増えており、本作も原作者、堀越が総監修などを担当した。その結果、原作ではついになし得なかったデクとオールマイトの共闘が描かれ、工業的成功と原作ファンからの高評価につながったとされる。 オリジナルキャラクターゲスト声優スタッフ主題歌特別番組僕のヒーローアカデミアザムービー二人の英雄公開記念スペシャルのタイトルで30分枠にて放送されたナビゲーターは千鳥が担当映像特典テレビ放送第3作の公開を記念し同作の公開日である2021年8月6日に日本テレビ系金曜ロードショーにて 地上波発放送された。平均世帯視聴率は4.5%、平均個人視聴率は3.0%であった。僕のヒーローアカデミアザムービーヒーローズ、ライジングのタイトルで2019年12月20日に公開。劇中の時期は冬だがこれは上映当時のテレビアニメ放送よりもかなり先行しており、ホークスが登場したり、 デクが遠距離攻撃技を身につけているなど、テレビアニメ未登場のキャラクターや要素が多く登場している。オリジナルキャラクタースタッフ主題歌特別番組、僕のヒーローアカデミアザムービーヒーローズ、ライジング公開記念スペシャルのタイトルで30分枠にて放送された。ナビゲーターは、天野博之、柿春か、田村晋介が担当。 僕のヒーローアカデミアザムービーワールドヒーローズミッションのタイトルで2021年8月6日に公開されたオリジナルキャラクタープロヒーロー的スタッフ主題歌挿入歌僕のヒーローアカデミアラジオオールマイト日本のタイトルでインターネットラジオステーションをズミにて配信していた2016年4月1日から7月1日まで毎週金曜日に更新 8月26日より、毎月最終金曜日に、更新、2017年3月24日から10月6日まで、各週金曜日に、更新、2018年4月6日から10月19日まで、各週金曜日に、更新、2019年10月11日から、各週金曜日に更新。以下、公式サイトの記述に基づく。 僕のヒーローアカデミアザムービー二人の英雄に関するカテゴリー。僕のヒーローアカデミアザムービーヒーローズ。ライジングに関するカテゴリー。僕のヒーローアカデミアザムービーワールドヒーローズ。ミッションに関するカテゴリー。ありがとうございます。